どうも皆さん、こんにちは。ケージチャンネルです。本日の動画ではですね、今巷で噂のデスストランディング、それがどんなゲームなのかをですね、情報を集めてある程度噛み砕いてお話ししていこうかなと思います。現在出ている情報を私が集めたものなので、全ての情報がこの動画に入っているというわけではありませんし、発売まで明かされない情報とかもたくさんあると思いますので、その辺ご了承ください。あー、はいはいはい、デスストランディング、だから T シャツとこれキャップがね、デスストランディングなんですね、なんてちょっと思うじゃないですか。いや違うんですよ、そうじゃないんですよ。実はですね、これ見えるかな、これ靴下もね靴下もデスストランディングなんです。今日実はね、こんな見えないところに履いてるけれども、ちょっと見てもらいたいですね。どうしてもねデスストランディングってどんなゲーム？今ですね、世界中で発売が待ち望まれているゲームでもありますけれども、デスストランディングですけれども、それはですね、小島秀夫監督がコナミから独立後初めて作ったゲームとなっております。小島監督ってどんな人で、小島監督はどんな人かっていうとですね、まあ世界的ゲームメタルギアを作った人ですね。メタルギアの第一作目はですね、1987年に発売されておりますけれども、当時ですね、アーケードで戦争もののゲームが人気だったので、戦争のゲームを作ってみろと言われたんですけれども、打ち合いのゲームは作りたくなくて、でかつ派手なゲームに仕上げるためには MSX2 の性能が結構厳しかったためですね、逆転の発想で敵の銃弾とかたくさんの敵が画面に出さなくても済むような敵地に侵入するゲーム手法っていうのを作り出したんですね。この斬新性とストーリーの完成度で当時 MSX のゲームソフトとしては大きく成功しました。以降ですね、小島監督はポリスノーツやメタルギアシリーズのゲームを作り続けます。ゲームの中に映画的手法を取り入れたり、社会的なテーマが盛り込まれていたり、それでいてエンターテインメントなんですよね。まあ、細部までこだわり抜いたゲーム作りはまさに職人というにふさわしいのかもしれません。そこにはですね、小島監督自身が小説と映画がものすごく好きで、小学生の頃からミステリー小説にハマったり、もう本屋に行くと必ず1冊以上の本を買って帰るらしいんですよね。でさらに小島監督曰く、自分の 70% は映画でできているっていうくらい非常に多くの映画をですね鑑賞しております。それら全てが、まあ、小島監督のゲーム作品に息づいているのかなと思います。そういった膨大な知識やアイディアがあって、なおかつゲーム作りにすごく熱心で細部までこだわり抜く人ですね。で、人を引きつける魅力みたいなのもすごくあって、監督がですねご自身の好きな映画や小説の話をするのは非常に聞いてて面白いんですよね。以前小島監督がやってらっしゃったヒデチューブっていうですね、映画を紹介する動画とかもすごい面白かったですし、まあ本とかも書いてたりして、まあこれ雑誌のね、連載のものをまとめたものだと思うんですけれども、こんなのも読んでるだけですごく楽しかったりするんですよね。まあそんな魅力あふれる監督が作っている作品がデスストランディングですね。ということで、話はデスストランディングに戻りましょう。デスストランディングってどんなゲーム？ということで、まあ、まず注目なのは非常に豪華な出演陣なんだと思います。ウォーキングデッドのノーマン・リーダースをはじめ、マッツ・ミケルセン、レア・セドゥ、ギレルモ・デルトロ、多くの有名俳優女優を起用しております。日本語吹き替え版にはこれまた人気の声優の方々がずらりと参加されております。ゲームの内容はどうなのか、このゲームはですね、そう遠くない未来のアメリカが舞台のオープンワールドゲームだそうです。デスストランディングという現象が起きて、都市や人々は分断された。まあ、このデスストランディングという現象が一体どういうものなのかっていうのははっきりしておりませんので、ゲーム本編で確認しましょう。このままでは滅亡してしまう人類を救うため、分断された都市と人々を再びつなぐため、主人公のノーマン・リーダース扮するサム・ポーター・ブリッジズは運び屋として荷物を運ぶ。ゲームとしてはこのデスストランディングっていう出来事の謎を追うこともゲームの重要なテーマらしいんですよね。ということで、主人公が荷物をいろんなところに運んでいくゲームです。そんな中でなんやかんやある、そんなゲームであると思われる。そのなんやかんやが、すごく膨大だったり斬新だったり魅力的だったりするわけなんですよね。そして荷物を届けるっていう、まあ、旅にも似たようなその冒険がですね、様々な出来事と絡み合ってさらに深みを増したりですね、その他の意味をもたらすのではないでしょうか。荷物を届けるにはまず依頼を受注しまして、出発時に持っていく荷物を背負います。まあ、精密機械だとか薬剤だとか、持っていくものは様々、荷物の積み方でバランスが変わりまして歩きにくくなったりするんですね。
歩く際は L2 ボタン、R2 ボタンでバランスをとって歩く必要があるらしいんですが、転んだりするとですね、荷物を落として壊したりしてしまうらしいんです。届けなきゃいけない荷物が壊れてしまわないように気をつけなきゃいけないですね。マップを見てルートを決めて進んでいくんですけれども、道はすごく険しいです。道なき道を行くわけですからね。どこを通るかはプレイヤーの自由でもありますし、はしごやロープもあって崖を登ったり降りたりするんですが、無限に持てるわけでもないので、すごく計画性が必要になると思います。ブーツとかもあるんですけれども、壊れちゃったりするので替えのブーツも持っていきたいですよね。これだけ聞いてるとすごく不便なことが多いゲームなのかなと思うかもしれませんけれども、もちろん不便なばかりではありません。ゲームが進めば積み荷を乗せて移動させるものがあったりですとか、乗り物なんかもあったりします。主人公のスピードだとかジャンプ力をアップさせるためのアイテムもありますね。そして何よりオンラインでつながりもあるんですよね。ですがちょっとその項目に関してはオンラインの項目でまとめてお話ししますので、今は置いておきましょう。そんなわけで物資を運びまして、カイラル通信施設を起動させて人々をつないでいきます。通信を復旧させることで都市間の通信が可能になるということです。これは俗に言うファストトラベルなどが可能になるというふうに考えられるかもしれませんが、どうでしょうか。またカイラル通信を復旧することで断片化した情報が再びつながり、失われた記憶が復旧できるそうです。その記憶の復旧こそがデスストランディングの謎の解明になるとのことですよね。そう、ゲーム自体は都市をつないでいくことで進んでいくようです。またカイラル通信を復旧させるとですね、カイラルプリンターっていうのが使えるようになるそうです。これは俗に 3D プリンターみたいなもので、使えるようになると装備だとか建造物を作ることができるようになるそうですね。橋とか充電施設とか、まあ、旅にすごく便利なものが作れるようになるらしいです。で、この辺のこともですね、オンラインの項目でまたお話しさせていただきます。まあ、このようにですね、マップを踏破していくことでストーリーは進み、さらに、旅自体も便利になっていくんじゃないでしょうか。また各地にはですね、プレッパーズと呼ばれる人たちがおりまして、この人たちも地下にこもって出てこないので、ホログラムで主人公と対応するんですけれども、彼らは誰にも頼ることなく孤立して生きているんですが、物資不足にやっぱり悩まされておりますので、協力してあげるとすごくいいことがあるそうです。ここにさりげなく有名な方が登場していたりもするんだそうな。サブクエスト的な扱いになるんでしょうかね。わかりにくいところとかにいて、なかなか見つけられないプレッパーズの方とかもいそうですよね。配達の行く手を阻むもの。もちろん敵みたいなものも出てきますね。この世界にはですね、BT っていう名前のですね、あの世の存在がいるんですね。で、この BT に食われると、あたり一帯がクレーターになってしまうそうです。だから普通の人々は地下から出てこられないんですね。で、そんな中で通信も遮断されており、まさに分断されているというような、そんな状態なんじゃないかなと思います。で、この BT は普通の人間には見えないんですけれども、主人公はですね、 BB っていう赤ん坊をですね、接続して抱えております。そうすることでこの BT のおおよその位置を探知できます。ちなみに BT にもサムが見えていないので、音と気配で察知してきます。で、BT にもいろんな種類のやつがいるみたいですね。このキャッチャーっていうね、でかいやつ、なんかボスっぽい感じなんですけれどもね。なんか東京ゲームショーの映像で、戦闘を見せてもらえたんですけれども、小島監督はしきりにですね、これ一番弱いやつなんでって言ってました。ね、どう見ても強そうでしたけどね。もっとやばいのがたくさんいるんでしょうね。その他にミュールと呼ばれるやつらもいます。黄色い衣装のやつらですね。配達症候群にかかっているようで、サムの荷物を奪ってきます。どんな症候群なんだよと。で、ミュールの拠点にはですね、アイテムがたくさん保管されていたりしますので、逆に奪うことも可能だったりします。そのアイテムっていうのは、オンラインでつながっている他のプレイヤーがミュールに奪われたものなんだそうです。テロリストもいるようですね。BT によるボイドアウトテロを画策している過激派だそうです。戦うとすごい強いらしいんですよね。まだ詳細は不明です。じゃあ戦って突破できないのかと言われると、そういうわけでもなくて、シューター系のゲームが得意な人はいけるんじゃないでしょうかっていうふうに監督はおっしゃってました。逃げたり避けたりしてもいいけれども、戦ってもいい。結構自由度は高そうです。敵との戦い方、ボーラーガンっていうものがあってですね、なんか縄みたいなものを、まあ、射出する、ガンなんですけれどもね、それを使うと敵を拘束することができます。まあ、後ろからそっと近づいて縄で拘束とかもできますね。まあ、ステルスですね。で、近接攻撃もできたりします。なんなら持ってる荷物を投げたりもできますが、荷物は壊れちゃうので自分の荷物でやるのはやめましょうと監督はおっしゃってました。
で、こいつら BT と戦う時にはボーラーガンにサムの血液を混ぜて使うことで BT を一定時間拘束できるそうです。で、この BT のゲイザーってやつに見つかるとですね、ハンターってやつがやってきて連れて行かれちゃうんですね。で、どこに連れて行かれるかっていうと、キャッチャーって言われるでかいやつのところに連れて行かれます。このキャッチャーに食われちゃうとボイドアウトしてクレーターができるそうなんですよね。なので戦います。血液が入ったグレネードや銃で撃ったりします。サムの老廃物を当てると動きが鈍ったりするようですね。なんか逃げることもできるみたいですけれどもね。まあ、そもそもこいつらに見つかったり戦ったりするのが嫌であれば回避することも可能だそうでして、基本的にこいつらは雨が降っているところにしか出てこないので、天気予報で雨を回避すると戦闘を避けられるそうです。ゲーム中全部を通して避けきれるかどうかはちょっとわからないですけれどもね。まあ、なんだかんだ戦闘のあるゲームではあるんですけど、このゲームですね、ゲームオーバーっていうのはないらしくて、死ぬと死ぬっていう表現が合ってるのかわからないんですけど、結び目と呼ばれる海中の空間で魂としてさまようらしいです。そのさまよった状態で自分の体を探してまた戻ってきます。まあ、戻ってくるとそこにクレーターがあるんだと思います。ちなみにミュールのやつらは別に殺しては来ないそうです。こちらをテロリストはどうでしょうかね。まあ、テロリストはボイドアウトを起こしたいので、おそらく BT を消しかけてくるんじゃないでしょうかね。で、それ以外にこのゲームまだ詳しくは分かってないんですけども、死の世界というのがありまして、まあ、戦場のような場所でですね、主人公が銃で撃ったりしてるシーンなんかがあったりするんですけれどもね、ここはまだ謎ですね。兵士を率いるマッツ・ミケルセン、かっこいい。オンラインの要素、ゲームを通してオンライン要素っていうのは直接協力して戦ったりとか対戦したりとかっていうのはありませんが、サムが配達をする上で様々なところに意味を成していると思います。足跡、マップの中で誰かが通った足跡が見えたりするんですよね。それはオンライン上で誰かが通った道だったりします。その足跡の場所を歩くと獣道になり、やがて道になっていくそうです。誰がどこに向かっていくことが多かったのかっていうのがその道を見たりするとわかるかもしれませんね。何もなさそうな方に道が伸びていたりするとみんなそっちに向かって歩いてたりするわけですから、ひょっとしたら何もなさそうでも何かあるのかもなんていうふうに考えたりするかもしれませんね。そっちに行った理由があるなんていうことを考えながら遊べるかもしれません。オンラインの要素で橋だとかセーフルームだとか充電機器だとか、誰かが作ったものが自分の世界にも現れます。で、それらの施設を使うことで作った相手にいいねを送ることができます。さらに使ってみてそれが本当に良ければ自分の意思でいいねを送ることもできます。自分が建造物を建てたりすれば誰かからいいねがもらえたりします。ここに建造物があったら他の人も便利じゃないかなとか、他の人のことを考えながらプレイする、そんなゲーム果たして今まであったでしょうか。じゃあプレイしてるとやがてマップは建造物とか道だらけになってしまうのかと言われると、そういうわけでもないんですね。そもそもカイラル通信を起動させないとそれらの建造物や道っていうのは現れませんので、未踏破の土地にはまず何も現れません。なので初見プレイからいきなりいろんなものが立っているなんていうことはありえないんですね。そしてこのゲームの中で雨が降るんですけども、その雨、トキウという雨なんですけれども、時間を進める雨がありまして、建造物なども溶かしてしまうので、ずっとそこに建造物があり続けるわけではなくて、原始の姿にどんどん土地は戻ろうとするらしいですね。維持したければメンテナンスなどをする必要があるみたいなことも確かおっしゃってました。まあ、さらにね、橋みたいな建造物ってみんなでお金を出し合って建てることもできるそうですよ。建造物だけではなくて、いらなくなったものを置いておいたり、ロッカーを建てて共有スペースにアイテムを入れることで、オンライン上の他の人が使うことができたりしますね。逆に誰かのアイテムを自分が使うこともできます。まあ、乗り物とかもですね、手に入れたものをどこかに置いておくと誰かが使えたりします。で、乗り物なんかはカスタマイズができるそうなんですけども、まあ、基本カスタマイズしちゃうと愛着が湧いたりして最後まで乗り続けたくなるらしいんですけれども、まあ、そういったものこそ誰かのためにぜひというふうに監督はおっしゃってましたね。まあ、確かにね、カスタマイズされてたバイクが落ちてたりしたらかなり嬉しいですよね。バトルでの協力、キャッチャーと戦ってる時にコミュニケーションボタンを押すとですね、協力者が現れるそうです。で、協力者は武器をくれたりします。応援もしてくれるそうです。そう、厳しい戦いも一人じゃない。いいねは無償の愛。いいねを集めてもお金になったり武器になったりとかはしないらしいです。
なので特にいいことってないんですよね。だけどこのゲームのいいねは SNS のいいねとは大きく違う。誰かのために行った行動だけがいいねになる。誰かをけなしたり何かをけなしたり知識をひけらかして得ようとするいいねではないんですね。また SNS のようにつながっている誰かを攻撃することもできないです。自分のためにはならないけれども誰かのために建物を建てたり荷物を置いておく、このやや一方通行なオンラインのコミュニケーションこそ相手のことを考える、思いやることなんではないでしょうか。そう、我々は現実世界でインターネットを通してつながっているかのように見えて実は分断されているんですよね。必要以上の攻撃的なコミュニケーションによってそのコミュニティはそれぞれ分断されているわけですから。だけどこのゲームの中では誰かのために取った行動でしか褒められることはありません。このゲームは改変なのではなかろうか、まあ、そんな感じでですね、まあ、接続している BB を時折あやしたりしないといけないんですね、ストレスがかかって負荷がかかってくると良くないので、時折歩みを止めて赤ちゃんをあやしたり、まあ、そうこうしている間に敵に狙われたり、まあ、川を渡ろうとしたら流されて荷物も流されちゃったりだとか、まあ、どう見てもキャッチャーとの戦闘は大変そうだななんて思います。そう、このゲームは大変なんです、いろんなことが。まあ、大変だって言っちゃうと敬遠しちゃう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、難しさっていう点で言うと、ベリーイージーモードが搭載されてたりもしますので、まあ、ベリーイージーにすると歩く時のバランスの取り方が簡単になったりですとか、敵を倒すのが簡単になったりと、遊びやすくもなりますので、ゲームに触れてこなかった方でも遊べるんだと思います。一方でゲーム自体の根本的な大変さっていうのは多分残っておりまして、例えば配達する際の移動距離なんかは短くなるわけでもないですし、 BB をあやしたりですとか、まあ、主人公に休憩を取らせたりとか手間のかかる部分っていうのは変わらないでしょうね。配達するという辛い苦労の中で見えない誰かに助けられたり、時に助けたことを褒めてもらったり、時間をかけて分断された人々と都市がつながってきた時、ゲームをプレイしているゲーマーもその分断から解き放たれてつながりを感じた時、今までのどんなゲームにも成し得なかった新しい感情がですね、我々を包み込んでくれるかもしれません。という可能性のあるゲームなんじゃなかろうかと私は感じております。ところどころ私の個人的な予想を交えてお話しさせていただきました。このゲームはですね、もちろん今回お話ししたこと以外のことがたくさん詰まってます。それは11月8日発売日以降にぜひ皆さんで確認してみてください。私も自分で確認します。そうしたならばきっと皆さんと僕とはどこかでつながるのかもしれませんね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。デスストランディングはこんな感じのゲームだよっていうのが伝わりましたかね。ちょっと難しいところもあるかもしれませんけれども、ご視聴いただきありがとうございました。また次回皆さん何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。